テクニックス SLQL1 テクニックス SLQL1 テクニックス SLQL1 はかつて松下電気産業が製造販売していたテクニックスブランドのレコードプレイヤーである1980年頃 SL-10 に始まるコンパクトリニアトラッキングプレイヤーのバリエーションとして発売されたレコードサイズ自動検出のフルオートマチックプレイヤー SL-10 の LP レコードジャケットサイズという枠を外し、フットプリントは当時のアンプ類の標準サイズに合わせた幅 43cm 奥行き 35cm。本体色にシルバーとブラックの2種類がある。上下キャビネットはアルミ合金ダイキャスト製で開閉する上部キャビネットに T4P 規格のリニアトラッキングアームが内蔵されている。ターンテーブルは クオツ PLL 制御ダイレクトドライブ。カートリッジとして EPCP202CB が付属する。直線と平面基調のモダーンデザインで構成されたキャビネット。下部キャビネット、上部キャビネットはともにアルミ合金ダイキャスト製で高品質な雰囲気を醸し出す要素の一つとなっている。低ベースは TNRC という 振動減水性に優れた複合樹脂製後部にあるヒンジを軸として開閉する上部キャビネットの内部に T4、P 規格リニアトラッキングアームが内蔵されている。上部キャビネットの前方には透明、ダストカバーが続き、上部キャビネットと一体として開閉される。ダストカバーの前縁は、下部キャビネットより短く、下部キャビネットに配置された操作スイッチは、 ダストカバーを閉めたまま操作できる。ブラシレス DC サーボモーターをクオツ PLL 制御している。スロットレスで平面対抗型というテクニクスのレコードプレイヤーとしては珍しいモーターである。ローターはテクニクスの伝統に従い、プラッターにビス止めされ一体化されている。アルミダイキャスト製。レコードサイズを検知するための光が通る穴が6つ。 開けられている。周囲にストロボが一列のみ刻まれている。T4P 規格リニアトラッキングアーム。スプリングにより針圧を印加するダイナミックバランス方式で軸受けはジンバル構造。アームの中ほどにあるフォトインタラプタで水平トラッキングエラーを検出し、一定の大きさを超えるとアームベースを中心側に移動する。T4P 規格で ハリアツは T4P 規格の標準値 1.25g にセットされているが 1.5g まで増やすことができる。T4P 規格 MM 型カートリッジ PCP202CB が付属する。T4P 規格カートリッジ総互換は重量バランスやハリアツを調整することなく交換することができる。ただし SL-10 のように MC 型カートリッジ用。 ヘッドアンプを内蔵してはいないので MC 型の t 4 p 規格カートリッジを使用する場合は接続するホノイコライザーアンプが MC 型に対応している必要がある。電源コード、出力コード、アースコードは脱着式ではない。ありがとうございます。